どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回はエレンのサポーターだけでなくアタッカーの火力をアップするバフを持つ双角について紹介をしたいと思います。ルーシーなど他に火力をアップするキャラクターはいますが、双角も同じぐらいバフが漏れるので、氷属性を編成するならぜひ育ちたいキャラとなっていますね。そこで今回は配布でももらえる双角について簡単に性能や戦闘で覚えておきたいテクニックなどをまとめて紹介したいと思います。それでは早速本編に行きたいと思います。まずは双角の戦闘の役割と強みを見ていきたいと思います。役割のポイントとしては3つですね。1つ目は氷特化のサポーターとなってます。チーム内に同じ所属か氷属性のキャラがいるだけでチーム全体の氷ダメージがアップするバフを持っています。所属に関してはまだ他にいませんので、この恩恵は受けれませんが、氷属性となると対象は2人いますね。続いて集敵で敵をまとめることが可能。旗揚げの発動時に周りに氷の竜巻を発生させる攻撃をします。これで敵を巻き込みながら攻撃ができるというところですね。特に囲まれやすい全ゼロの戦闘システムとしては、後ろの敵も巻き込めるのはかなり強いかと思います。続いて3つ目は6突でアタッカーに変更できるというところです。基本はサポート支援になりますが、貫突するとスキルのダメージアップなどがあるため、アタッカーとしての運用もしやすくなります。まあ、強化攻撃が6回しかできないのが12回に増えるなど、いろいろな効果がありますね。基本的には攻撃力をどんどん上げていって味方にバフを配るっていうのが役割になります。ただ貫突してるとサブアタッカーとしての運用も可能になるので、使い方の自由度が増えるっていう意味では突をすると嬉しい効果かなと思います。まあ、役割の幅が増えると思っておいてください。続いて押さえておきたい戦闘のポイントとなります。特に双角で覚えておきたい必須級のポイントを3つ紹介したいと思います。まず1つ目、渦潮獲得から旗揚げの発動になります。双角に関しては渦潮というポイントがありますので、こちらは獲得した後消費をして旗揚げを発動することが可能となってます。渦潮を獲得して発動すると何が起きるかというと、攻撃力アップバフの効果が2倍になるんですよね。なのでバフを生かすなら必ずこの渦潮っていうのを貯めてから旗揚げの発動っていうのが必須な流れとなります。続いてバフは引き継ぎ可能という点です。旗揚げによる攻撃力バフに関しては入れ替えによって味方に引き継ぐことが可能です。これに関しては連携スキルと支援攻撃で入れ替えをした時に効果が発動するようになっています。なので双角の右側には必ずアタッカーを入れてすぐ入れ替えれるようにしておきましょう。3つ目に関しては編成の際は右に強行を置くってことです。これ先ほど最後言った部分ですね。入れ替えの際は右側が候補となりますので、編成配置の時は必ず右にアタッカーを置くようにしましょう。双角に関しては旗揚げをうまく活用できるかが本当にポイントになってきます。バフが配れるか配れないかみたいな瀬戸際になってきますね。ちなみに攻撃のコンボというところで言うと、通常攻撃でスキルをチャージしていきます。その後スキル単発押しですが、3回発動すると渦潮を3つ獲得可能です。この状態でスキルボタン長押しで旗揚げを発動します。そうすると入れ替えが可能となりますので、アタッカーに変えてバフを引き継いで効果力のダメージを叩くっていう手順になります。ぜひこのコンボは覚えておいてください。まあ、シンプルなのでかなり楽かなと思います。続いては温動機ドライバーについてです。まず一番のおすすめは A ランクの恥じらう悪面です。氷属性バフだけでなく攻撃力アップもするのが嬉しいポイントとなります。重ね書きをすることによって効果時間も伸びるため、旗揚げのバフを活かしやすいっていうのがありますね。続いて2つ目は S ランクのすすりなくゆりかごです。機体にいると毎秒エネルギーが回復する優れものとなってますね。攻撃を当てると全員のよだめがアップするので、入れ替えが多い双角とも相性がいいポイントとなります。3つ目は B ランクですが、キャノンローラーです。連携と集結の発動時に全員の攻撃力がアップすることは可能です。連携のつなぎになることが多いので、意外と相性がいい効果と言えますね。温度器についてのポイントですが、持っているなら悪面を優先して装備したいっていうのがあります。攻撃力バフを伸ばしつつ双角の火力もアップするので嬉しいポイントとなるわけですね。続いて A ランクのゲームボールや歳月に関してですが、こちらも十分な性能を出せますので、恥じらう以外はそこまで気にしなくてもいいかなってとこです。まあ、優先度的には S と B がなければもう A ランクにするっていうのは全然ありですね。自分の方では歳月使ってますが、全然火力の方は問題ないです。続いてドライバーのおすすめ順です。4セットでするならスイングジャズ、
2セットでするのならホルモンパンクとなります。まずスイングに関してですが、連携または集結の発動時にチーム全体のダメージを 15% アップしてくれます。同じパッシブ効果を重ねが系負荷なので注意が必要というのはありますが、よだめアップするのはかなり嬉しいポイントかなと思います。続いてホルモンの2セットに関してですが、攻撃力アップを活かせば双角のバフを最大化することは可能となりますので装備しておきたいところです。2セット効果が攻撃力アップっていうのは本当はありがたいんですよね。続いてスキルの優先順位です。順番としては特殊スキル、連携スキル、通常攻撃となります。基本的にはこの3つをメインで使っていきますね。続いてメインステータスの候補です。4に関しては攻撃、5に関しては攻撃、6に関してはエネルギーか攻撃力となります。エネルギー優先でも問題ないかなというところです。続いてサブステータスに関してです。サブステータスに関しては攻撃力優先で集めれば大丈夫かなというところです。火力を出すキャラではないので会心とかは気にしなくて大丈夫です。続いてチーム編成についてです。双角に関してはサポートキャラとなりますので、優先度としては他のキャラに依存するってところがありますね。ではまず一つ目です。氷属化ための編成となります。これに関してはエレンの時にも紹介した編成ですね。まあ現在の氷属化の編成にするならこの編成一択というところです。氷バフ、攻撃用バフなど様々な効果を受けながら全体の火力アップにつながるので、とにかく集まったら編成をしておきたいですね。続いて二つ目、双角サポート編成です。これに関しては氷編成以外での話となります。まあ双角が攻撃力バフでサポート運用するならというところですね。でこれの優先としてはジャトやビクトリア、白銀重工で、この中からアタッカーと撃破を採用するのが組み合わせやすいっていうのがあります。なので例題としてアンビーとビリーを乗せていますが、白銀重工ならベンとアンドといった感じの組み合わせでも大丈夫っていうことです。基本的にはジャトヤが初期メンバーなので集めやすく、白銀重工ならハイフとガチャで合わせやすいっていうところです。まあ組ませやすいなってところですね。星5がいないならぜひどうぞという感じになります。続いて3つ目。こちら特殊です。貫突した双角星4メインアタッカー編成となります。まあ双角を貫突してて、さらに星4編成で行うならこのメンバーという感じですね。まあ2個でも集敵ができる上にアンビーでブレイクも狙えるので、意外と扱いやすい編成となってます。敵をまとめて倒すなら意外とありな編成なところですね。まあパッシブの効果を受けるためにもアンビーと2個を揃えてるってところになります。続いて凸についてです。凸に関しては1と6が重要となってます。まあ1に関してはコアパッシブと追加能力のケータリング発生時にバフが延長されるっていうのがありますので、単純に攻撃の引き継ぎがしやすいっていうのがありますね。続いて6凸に関しては強化状態に入った時に通常攻撃とダッシュ攻撃が強化されます。この回数が12回に増えるっていうものですね。しかもスキルの油断めが 45% アップしますので、ダメージも出しやすく、まあ、アタッカーという話をしましたがサブアタッカーとしても扱いやすくなるっていうところが嬉しいポイントになります。その他に4突しとけば氷耐性ダウンがあるのも嬉しいポイントですね。それでは双角の評価についてです。まずキャラについてですが、氷サポーターとしては十分な性能となります。星4と思えない性能ですね。まあ今の限定アタッカーが氷属性ということもありますので、双角を育成していると火力を出しやすく、凍結の異常も発生して敵をまとめて倒しやすいっていうのがあります。さらに攻撃力バフは属性依存ではないので、しっかり連携スキル、支援攻撃で入れ替えなどをすればどのアタッカーでも使いやすいのも嬉しいポイントかなと思います。続いて双角を使っていて気になった点です。渦潮の獲得がちょっとしんどいっていうところですね。凸をしていくと通常攻撃とかでも渦潮の獲得機会っていうのは増えるんですが、 15% と確率が低いので獲得っていうのがちょっと難しいんですよね。なのでスキルの単発押しで渦潮の獲得が主な手段となっていきます。そのためスキルをうまく使えないとアタッカーの火力を伸ばす機会が減っていきますので、立ち上がりとかは特に注意が必要な部分となります。最後は双角のお得なポイントです。バフ性能の割に育成面がシンプルで楽っていうところです。双角のバフに関しては攻撃力を参照としているので、育成の際はとにかく攻撃力がアップする装備をしておけばバフを活かすことは可能です。この点からすると厳選も楽っていうところがありますので、簡単に育成ができる分野かと思います。特に育成のしんどい序盤では楽ができる要素と言えますので、バッファーとしても育成面としてもかなり優秀なのかなと思います。個人的には双角をエレンと組ませてますが、
入れただけでかなり火力が伸びましたので、相性は本当いいキャラだなと思いますね。しかも貫突もできましたので、意外とサブアタッカーとして火力も出せるのも嬉しいポイントでした。ということで、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。